はい、こんにちは。今回は受動態やっていこうと思います。いきなりですが、受動態で一番大事なポイントは何だと思いますか？はい、今回はそれをレクチャーするために前に書いている文をですね、まず皆さんしっかり和訳をしてみてください。そして、文のレベル少し上げましたから、ここまでね、文構造を見てくれた方はそれが当てはまるかどうかもね、ここ確認してほしいと思います。ではチャレンジしてください。じゃあ解説しますね。まず今回この受動態、答えから言いますね。何が一番大事かというと、これは目的語が前に移動するなんですよ。実は受動態で一番大事なポイントっていうのは、これは目的語が前に移動することなんですね。確かに受動態は習い始めの人と、そして応用やってる人で意識する点とか、まあ他にも大事な点はいっぱいあります。けどまずこの講座では目的語っていうものが前に行っちゃうってことをまず押さえてください。で、これなぜそんなにも大事なのかというと、文構造は S から始まって順序よく取っていきますよね。ですから順番が決まってたはずなんですよ。だがこの受動態が現れると、その順番が変わってしまうってことが起こります。実は英語で構造が取れなくなる原因はこの移動という概念なんですね。はい、ですから受動態が来たら目的語は前に移動する、これをしっかりとまずキーワードとして理解してほしいと思うんですね。はい、少し難しいなと思う方、もうちょっと具体的に一応話をしておきましょうか。まあ、気を楽にしてみてください。これね、これ私です。これ、まあ、リンゴですね。例えば、私はリンゴを食べますっていう簡単な文って、これ受動態なのかどうかわかる？受動態じゃないですね。じゃあ何ですかというと、能動態です。私がリンゴを食べるんですね。で、この能動態というものは、まず何なのかというと、私から見た視点です。つまり、普通の文というのは、主語から見た視点として英文を書くんですね。じゃあね、これ文の意味を変えることなく視点だけ、つまり見方を変えることできるの分かりますか？これリンゴ側からすると、これどういうことかというとね、ちょっと見てください。これリンゴでしょ。はい、私はリンゴを食べるんだから、じゃあこれリンゴ側から見た場合は、リンゴは私によって食べられますよね。実はこの受動態というのは目的語から見た場合の文を書くことなんですね。はい、だから目的語側から見た視点で書くということは、もちろん目的語が前に移動してしまっているということにつながるわけですよ。 OK？ じゃあこのね、もう基本だけでいいから、まあ逆に言うと基本があれば応用問題解けますので、実際解説をしてみます。じゃあ行きましょうか。ここ民主主義は S ですね。Has often been accorded、 これもまとめて V でいきましょう。じゃあここまで、民主主義はアコードって単語は一致するっていうのがよくね、覚えてるもんなんですけど、一致されることがよくあるって訳したら意味わかんないでしょ。だから今回こいつが意味わかんないなってなってるわけ。はい、ですがこれはね、皆さんが文構造を文の最後まで取り切っておらず、正しくどうやって使う動詞かこれ判断できてないからですが、じゃあ今回のねポイントいきましょう。目的語、これ前に移動、じゃあ聞きますが、アコードっていうこの単語の目的語はどれですか？本来ならば後ろを見るけど、今回は B 動詞プラス過去分詞で使っていますよね。ということは、この主語の位置に来たデモクラシーが本来この位置にあって前に移動したっていうのがポイントなんですよ。はい、SVO という形で文構造が今成り立っています。じゃあこの続き、どんな文構造か把握していきますね。まずオンリー、こいつは副詞なんですが、直後に来る名詞にかかることが特別許されるんですね。何々だけとか何々でさえみたいに、実は強調みたいな意味を表すものは名詞にかかることができるんですね。はい、
これで、わずかな称賛だけという感じの一つの名詞です。じゃあ大事なことは、このいわゆる名詞の塊がどんな文構造かを取りますが、はい、名詞でしょ、名詞なので文構造として、はい、 S で取れる、ここ S 無理でしょ、 O か C だよね。動詞によっては O1、O2 もいけるし、ね、OC も大丈夫だ。今回はこのデモクラシー、民主主義と称賛っていうのはイコール関係ではないですよね。だからこいつも実は目的語、 O1 と O2 は not イコールの関係だから文構造を取ることはできますね。はい、このように今動詞を中心として O1、O2 という目的語が2つ出てるから、形としてはアコード O1、O2 という形になっていますよね。で、今回このね、アコードは第四文型で使っているのだから、じゃあどういう訳し方かというと、これは O1 に O2 を与える、はい、これが文型のポイントでしたね。第四文型の場合はこのように与えるって訳すのが原則だと。ですから今回このアコードっていうのはギブと同じような訳し方でやってみたらいいんですよ。一回試してみましょう。民主主義はこの、わずかな称賛しか与えられていないことが多いということでしょ。意味わかるよね。はい、じゃあ一番最後、倍から後ろは前置詞の塊の M なんで、これはアコーデッドって受け身形にかかって一番最後までが一つの塊になります。このように文構造で受動体というものは移動するっていうポイントをちょっと押さえておくだけで、皆さんのね、この文構造の取り方っていうのは崩れることなく毎回同じように読むことができますから、これをね、しっかりと試してほしいと思ってるんですね。では回答を言いましょう。民主主義は一部の影響力ある近代の思想家や政治家によってわずかに褒められることしかなかったということがよくあるという内容です。はい、今後この受動体、目的語が前に移動するってキーワードを使って皆さんは文構造を取り進めてみてください。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。